さっきの引き寄せの法則はいさっきの引き寄せの法則の時間が始まりました、えー、今日は10月24日 夜10時スタートですえっ、ー、とね前回ね中キャスがちょっと問題があったみたいでせっかくいっぱいコメントがあったのに読めなかったのよねなんか問題があったのね最近ねうんフリーズしがちだったらしいわよえー、今日はね大丈夫だと思うんですけど、うん、皆さんメッセージ待ってますようん。 えとね、この番組は30分なんですけれども、えー、私、浦中咲希、私、咲きのフリートークとザ・シークレットザ・マジックの本をもとに引き寄せの法則を実際にやってみようという番組です。皆さんも騙されたと思って気が向いたらやってみましょうね。はは、うん、はい、えー、メッセージ来ましたねエマさんこんばんは <laughs> こん<ば>んここばば エマ,エマちゃんは初めてかしらねうんありがとうございますえー、とね先週はね何をしてましたかってね、うん、私はねうんあの注文してたね指輪がね出来上がったんですよね、うん、なんかねまあきっかけはね 順番がちょっと間違えてるんですけど普通だったらね男性がプロポーズして「結婚してください」って言って涙しながら「分かったわ」ってなるところを「私はダサい指輪欲しくないの?」とかね「メメアメリカの指輪欲しくない?」とかいっぱい文句垂れちゃったんだよねそうするとねじゃあどんなのがいいか選んでって言われて選んでるうちに 婚約指輪ではなくて結婚指輪の方私はゴールドが好きなのでゴールドのシンプルで18金で細くなくて程よい太さででお求めやすいお値段でっていうのでね沖縄を探してたんですよねえ本土だとえ内地だとね高いんですよでもね沖縄は今もね意外とね18金 お求めやすいお値段であるんですよねさすが沖縄だわって本土で絶対この値段で買えない、うん、であの何だろう那覇も見に行きましたそしてね結局買ったところがあのこの PC 通りこの ね、FM コザの RPC 通りのね聖光堂さんっていうね小さなねジュエリー屋さんなんですけれどもそこにひょっこり入ってみたんですね。それで家族でやってるジュエリー屋さんが意外とまだねビシッと18金が置いてあるうん入ったらねとっても感じのいい人相のいいあのまあちょっとお年を召したかったなんですけどすごい穏やかな。 マダムが出てきてきどんなのをお探しですかってでで私がこう事情を言ったら「ああこういうのはどうですか?」って「あなたが好きなのはこういうのじゃないですか?」ってってそれもすごいお求めやすいお値段、はあ、はあ今までの中で一番安いと思って、うん、そうするとねじゃあなんかあなただけ勝手に決めるのもあれだからじゃあ,あのお相手の方と相談していらしたらって言われてで行ったら「 彼はね私が選んだやつはねそれでいいよ何でもいいよって言ってくれる方なんでねもちろん気に入ってくれてでそれを注文してで2人でね取りに行ってきたんですよねで私はそのままつけれるのかなと思ってワクワクったらねそのままね彼が持ってってしまいました何でって聞いたらまだプロポーズしてないからってなんかすごい順番がめちゃくちゃじゃないっつってうん、なんかね いろいろ考えてるらしいわよ。彼なりに、うん、まあ選んだ指輪はね、やっぱ気に入ったのがね、女性はね、つけたいですからね。うん、はい、メッセージね、来てますね。咲さん、リオンことエマです。本名のエマに改名しました。どうどういうこと？リオンさん？もしかしてリオンさん？何？どこから本名がエマなの？ わからないわ美女司会の時のディオンさんかしらうんメッセージまとまってますね皆さんはいなんかねアメリカだとね18金じゃなくて14金なのよねなんでかしらあの基地も行って見てきたんですけどねやっぱりね同じようなデザインのやつがあったんですけど14金だったわうんああ やっぱりなクオリティがなやはり日本人は18金か24金がいいのよねとか思っちゃいましたうんそしてにくし西くんこんばんは18金かそう大丈夫よこの番組はね大丈夫健全だから、うん、いらっしゃい、うん、そうえっ、ー、とね 14金と18金の違いでね、私がブツ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 言ったからね。うん。まあ、無事にね気、気に入ったものがいつつけられるか分からないですけど、あの、サプライズがいいじゃないって言うけど、若い時はサプライズ好きだったけど、今はね、変にサプライズ起こさせられるとね、動機とか息切れとかね、なんかね、 パニック障害みたいなね症状も出たりするのなんか友達に聞いたらみんなあるって言ってたやっぱりね年齢とともにねサプライズに弱くなってくるんだよね体がついていかないというかうんえな何かあったんですか西くんうんうん何もないんだけど指輪をねうんえなんか 結婚へ向かっっってててのステップを上がっていってるんですけどなんかまあドラマのようにはいかないわねみたいなね今はねせっかく出来上がった指輪を目の前にしてハーって持ってかれちゃったからまあちょっと我慢してもうちょっと彼が渡したいタイミングがあるんでしょうしまた任せましょうと思って私はどんと構えときましょうって急に何か言ってきても。 冷や汗かいで動機が出ないようにね気をつけとこうと思ってますよ。うんそう女の子はねアクセサリーもらっても嬉しいけどやっぱり身につけるものだから気に入ったものが欲しいんですよわがまま言うとね。うん、はい、今日はねえー、っとね前回ねお伝えした「うーん何魔法の小石」だっけ、うん 石を取ってきなさい。よって取ってきましたわよ。頑張ったわよ。その話もしたいなと思ってます。皆さんはお気に入りの石取ってきたかしら？私ね取ってきて良かったと思ってる。前はね。めんどくさいと思って取らなかやらなかったんだけど、今回やってみて。それでね。実,実,実際にやってみたの。その石を持って。気分がすぐ違う。<laughs> ね、それについてね、お話ししていきたいと思いますこの番組ではメッセージを募集していますメールアドレスは 761-fmcoza.jp ですファックスは098-934-8653ですまた FM コザではツイキャスとユーストリームで映像と音声を配信しています FM コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください、はい、メッセージをお待ちしていますよ では、ね、ここで一、ね、曲、ね、いきたいと思います私が愛しているメキシコのシンガーよ今日もルイス・ミゲルエル・ディア・ケ・メ・ケラス いかがだったででしょうかルルイス・ミゲルですね,、うん、なんかねメキシコの音楽は歌詞がわからないのでバラードなのかわからないのがまたいいですねってそうなの私もね何言ってるのかわからないんだけど、うん、こ,のこの人なんかすごいセクシーだなと思って歌,歌ってる姿がセクシーうん私のお気に入りですいつもこの方を聴いてますはい、はい、ではここでね引き寄せの法則 今日はとといいいう本の方をちょっと読んでみたいと思います引き寄せの法則は自然の法則です個人的な感情をくみ取ってくれる法則ではなく善悪の判断もしてくれませんあなたの思いを受信してただそれを送り返してあなたの人生経験にしているのです引き寄せの法則はあなたの考えていることにをる あなたに還元しているのですあなたが何か欲しいものに意識を持続的に集中させると宇宙はその最大の力でその欲しいものを呼び寄せます残念なことに否定形かどうかまで引き寄せの法則は判断できません否定形の表現をしてもそれを引き寄せてしまうのです否定形の言葉を発しても引き寄せの法則は 次のように解釈します変なスタイルにしてほしくない。変なスタヘアスタイルにしてほしい。遅れたくない。遅れたい。あの人に侮辱されたくない。あの人に侮辱されたいくすずれができませんように。 靴ずれになってほしい風邪を引きたくない風邪を引きたいもっと引きたい引き寄せの法則はあなたが一番強く思い描いていることを実現してしまいますそれだけです、うん、引き寄せの法則は想像の法則です 驚くべきことに、重視・物理学者はすべての宇宙が思考から出現したと言っています。あなたは思考と引き寄せの法則から自分の人生を創造しているのです。この法則はすべての人に当てはまります。それを知らなければ働かないというわけではありません。これはあなたの人生で常に働いている法則であり、歴史上、 すすべてての人にも機能していますこの偉大な法則に気が付けばあなたは自分がどれほど力のある存在であるかに気づくことができるでしょうあなたは自分が思った通りの人生を想像することができるのです、うん、なるほどねあなたが不平を言っていれば 清瀬の法則は間違いなく、あなたが不平不満を言いたくなるような状況を作り出します。また、他の人の愚痴を聞いて、それに集中し、それに同情し、それに同意していれば、やはりその瞬間に、今度は不平を言いたくなる状況を自分のもとに引き寄せているののです。ああなななたた人生は次第のです。 今あなたがどこにいようと今までの人生がどのようなものであったとしても自分の考え方を意識して選べば自分の人生を変えることができるのです希望が全くない状況などありませんあなたは自分の人生のすべての状況を変えることができるのですなるほど、うん、難しいわねついねそんな風邪ひきたくないとかそういうふうに思っちゃうけどそ,それもだめなのよね ねえ「ええー、くつずれができませんように」って「こういうことが起きませんように」ってね願いますよねそれもダメみたいねなってくださいって宇宙の法則は受け取ってしまうみたいですね考え方を変えなきゃいけないのよね難しいよねうん西君「はい」って「なるほど」って。 そうでね、先週、えー、やったのがザマジックという方の中から魔法の小石お気に入りのね、石をね、拾ってきてくださいって、そしてその石を握りしめて、寝る前に今日一番の最高の出来事を考えて、眠りましょうって、いうのをね、 先週お話ししたんですね。で、石をね、取ってきました。えっ、ー、と、リスナーさんのね、31番さんのおすすめの場所に行ってきてね、私、取ってきたの。沖縄だからね、浜辺、海がいいかなと思って、いろいろあれやこれや考えてね、どこがいいと、公園がいいとか、ね、どこなのってね、考えて、私、やっぱり沖縄だから海だわと思って。えっ、ー、とね、 ウルマ市の天眼桟橋っていう、ね、プライベートビーチ今ナビがあって本当ね助かるわよねもうあのね31番さんがね丁寧にね説明してくださってねプラスナビでね「私行けたのよ」行ったらね「あらここじゃない」ってちゃんとね車が止められるスペースもねあってで小道を降りていくとちょっとね小さいビーチがあって。 巻貝とかねちょうどね波でねこう流されて程よい感じで握りしめやすい感じの石がねいっぱい落ちてたのよねでねそれを1個選びなさいってなってたんですけど私は選べなかったのはだから3つ取ってきちゃった3つ今握りしめて寝る前に考えてるんですよねうん。で 私のそのボーイフレンドも一緒に行きたいって言うから「じゃ一緒に行きましょう」って「なぜ私がそこに行くのか分かってるわよね」って「それはね今日一日の最高の出来事を願うために石を拾いに行くだよ」って「あなたもやってみる?」って言ったら「やってみるよ」って言って彼はちょっとでかめのね石を拾ってましたね貝かあれタツムリの貝なんじゃないかなあれ海で拾ってるけど。 それでいいのかな私は思ったんだけど本人はそれが気に入ってたからいっかってうんそうえー、っとそしてねその石をね握りしめてえー、っと今日一番の最高の出来事その日はねあの一緒にねその後ね合わせのサムズレストランっていうところに連れてってもらったんですね うん、なんかねハワイアンな雰囲気で中もねすごいあのランプでもう店の中がムーディーな感じでシーフードが美味しいわよねとっても雰囲気のいいねレストランだったのサムズレストランあの何沖縄市で あのおすすめのレストランランキングみたいなのがネット何あるのかなそういうサイトっていうのそれで調べてたみたいそれで一番になってたみたいよ、うん、そこで行って私あ今日は石も拾えたし、うん素敵なレストラン行ってでそのレストランも海辺の近くさ外に出てね またた砂浜ででねっってって喋んですよね。あ最高に穏やかな沖縄のあ夏ももうすぐ終わりかって思いながら一日を過ごした最高の一日だったなって感謝しながらそれを置いてねそう思って「思いなさい」って書いてあったから「分かりました」って私もやっただけなんですけど、うん、でそれを置いて眠りにつきました。そうするとね それをねやっぱり寝る前に必ずするようになったんですよね実際にこの石を拾ってから、うん、そしたら目覚めがねまた目覚めた時にねあ今日もとっても素晴らしい一日が始まりそうだわってワクワクするぐらいうんなんか私の中でね感謝体質に変わっていってるうん。 だからね、皆さんもね、石をめんどくさいと思うかもしれないけど、そう言われてもこれといって石ってねって思うかもしれないけど、石をね、拾ってみて、実際に握りしめて、うん、私はゴヤビーチで拾った思い出のね、貝、巻き貝と石ね、うん、ありがとうって思いながら、眠りについてます。うん、今日は、 何を,し何を考えようかな、うん、今日はねなんか二日酔いでダラダラしてたからね <laughs> 皆さんもねやってみてくださいはいメールが来てますね、うんうん、えっと,、えー、とどれかな一二三さんあれ どれかな。更新どこ。丸い円。どれだろう。うん。<回>メールはじゃあ次回読もうかな、やばいな、時間が終わっちゃいそうね。うん。み、えー、っと、皆さんね。ありがとうございます、メッセージね。でね、メールはね、来週ね。読み,読みましょうね。 うん。じゃあ皆さんね石拾ってみてくださいそして今日1日の最高の出来事を願って眠りについてみてくださいはい騙されたと思ってやってみてくださいハッピーな気分になりますよはいこの番組は、えー、私占中咲がお送りいたしましたまた来週月曜日夜10時咲の引き寄せの法則よろしくお願いします